韓国が切羽詰まって外相対話しましょうよ危機的状況の韓国外相ちょちょっと対話をしませんか今回はこちらの記事からお伝えしますワウコリアの記事から韓国外相日本の報復的輸出規制により日韓関係が困難に対話で解決韓国の韓業派やすし教科図外相は 日本の報復的な輸出規制により日韓関係が困難に陥ったとして対話を通じて解決法を模索すると語った。韓外省は今日の記者会見で我が大法院、 最高裁の元徴用工判決に対する日本政府の不当な報復的輸出規制措置により、日韓関係が困難な状態にあることは事実だとし、昨年11月の日韓首脳会談で確認された対話を通じた問題という共感をもとに諸般の懸案の解決を模索していくと語った。韓外省は日韓間の 立場の間隔が大きいとして日本の輸出規制措置を最も大きい問題として挙げた。考外省はまた元徴用工判決に関して両国間の立場が大きく違うとし日本側とは両国の政府間特に外務省間の対話を通じて問いを狭めようという努力は絶え間なくしてきているとし対話を通じてお互いに対する理解は深まったと考えるが。 まだ立場の違いがかなり大きい状況であるため我々が目標としている輸出規制問題も解決されていないままだと付け加えた日韓関係のレッドラインとされている日本企業の韓国うちにある資産現金化措置について韓外省は裁判所の手続きであるため政府が話せる部分ではないと考えるとし 政府としては多様な可能性を念頭に置きながら我々の対応戦略を検討していると語った以上が記事の内容になります今回の考え証は対話を通じた問題解決と言っていますが一方で日本企業の資産現金化については裁判所の手続きなので政府が話せる部分ではないと矛盾した発言をしていますあちらの言い分は聞いてあげて 日本からの言い分については裁判所のことだから答えられないと言っていますから対話になりません完全に一方通行的な言い分にしか過ぎないところが韓国の不思議なところです。そもそも輸出規制についても韓国だけの話ではなく日本はもちろんたくさんの国と輸出入をしていますからすべての国に言える基準でそぐわないから韓国が外されたわけです。 ミクニーの努力はせず何でも相手のせいこしてしまうのががあちらの特徴ですよね。こちらとしてはあまり構わずに毅然と対応していくしかないでしょうね今回の件について日本の皆さんはどう思っているのでしょうか日本中からたくさんのコメントが寄せられていますのであなたも一緒に考えてみましょう。以上が日本のの皆さんのコメントでした。 いかかがでしたか韓国も北の県がありますからちょっと弱腰になっているのかもしれません。日本企業の資産現金化についても一度やってしまうと日本からの制裁が発動することはよく分かっていますからそう簡単にはやってこないように思います。あちらの国は単純に、 経済がうまく回っていませんから、少しで経済にプラスになるようにしたいだけだと思います。日本からの制裁で米国からも目をつけられて援助してもらえなくなったら大変なことになってしまいますから、いつもの強気とは違って珍しく、対話なんて言ってきたのかもしれませんね。あちらの国は北との関係も大変なことになっていますから、 日本に絡んでいないでそっちの対応に力を注ぐことを強くお勧めしますまあどんな手を使ってきても日本は毅然とした対応で何も変わることはありませんが今回の件あなたはどう思いますか皆さんの意見やコメントがあればどんどん教えてくださいね。 ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょうホワイト国に戻す理由なんかないなくなっただろうに小泉政権時にホワイト国指定になぜしたんだって話つっつき回すとどす黒い話が大量に出そうだけど日本超えたんでしょ日本不要なんでしょ都合のいい時だけ対話とかすり寄ってくるな気持ち悪い韓国政府 敵国日本みたいな小国を相手にせず大国中路党とお付き合いされては日韓は終了しました一日も早く国交断絶しましょうよ対話なんてオタクの国とは無駄な話だ今までの歴史を見れば至極当然だ政府は何を言ってきてもムシムシです大然としてればいいのですテロ国家ですマネーロンダリング 密輸、核兵器支援、セトリ、物々交換、横流し、国連制裁事案ですよ、日本はグループを落とせ、国交断絶が最善、えっと、日本はまだ何も規制していませんよ、輸出強化はしていますが、ちゃんと正しい書類、証拠を出せば。 何の問題もないんですけどね世界中に正しい知識と認識を発信しましょう合意や約束ごと条約を一切守れない国はどこなんだと言ってることが365日間全く変わらず進歩がないことに呆れ果てます日本も進展に力を入れるのではなく 日警官については後退してはししくれることを絶望します輸出管理を輸出規制と言っている時点で対話をする資格なし日本語を理解できる人がいない状態で対話なんてできないだって100%自分の思い通りにならないと抗がん知だ戦前から害を及ぼす指摘だだって当たり散らすんだもん初めから対話し 妥協する気なんてないじゃんかお前は輸出規制って言っているけど輸出管理でしょそこのところ厳格に言えもう関係はフェードアウトから自然消滅ってことでよろしいのでは一年経っても何も変わらんようだし通常手続きで輸出入すればよいでしょう感情の交わりは未来永劫を訪れないでしょうお互いのためなのではないでしょうか 動画に関心をお寄せしました。たきありがとうございます。ビデオの最後にコメント等を残してください。ありがとう。家族や愛する人と楽しい一日を過ごしてください。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合はメッセージを残してください。さようなら。 またニュースでお会いしましょう。